何これめっちゃ美味しい。着いて2日目の朝なんだけど、昨日の夜ちょっと疲れて移動でご飯食べれなかったので朝ご飯を食べに向かってます。すごい気持ちいい風が、海風が。見つけました、コーヒー屋さん。ここはあのホテルというかエアビーのホストの方におすすめしてもらったコーヒー屋さんで、ビールオプションもあるみたいなので行ってきます。なんかトルココーヒーっていうのを頼んでみました。エスプレッソに近いのかな。飲んでみます。これトルコのカフェは朝から空いてる場所が多くて、こうやってコーヒーをみんな外で飲んだりご飯を食べたり、なんかすごいいい文化。なんかカフェで朝ごはん食べようと思ったんだけど、ご飯が10時半からみたいでコーヒーしか飲めなかったので、何かテイクアウトしてちょっと海辺でご飯食べようかなと思ってブラブラします。あ、海が見える。この辺本当になんか街並みがめちゃめちゃ可愛くて、こんな感じでレトロなアパートもありつつ、海もありつつ、都会的な部分もちょっとあって、なんか若干鎌倉に似てるのかな。すごく居心地がいいです。海の方に出てきました。なんかね、ディズニーランドみたいな景色、ディズニーシーか。あまりに風が強かったので近くの公園に避難。なんだかすごい気持ちいい公園に着きました。じゃん、パン食べながらちょっとのんびり普通に過ごしたいと思います。売店でパン買って外で食べてたから買ってみたけど、普通にパンだ普通だけどトルコの地元の朝を過ごしてみたいのでいいかな。ずっと思って食べてたら中にカッテージチーズかなが出てきて、これがすごい美味しい。よかった気を取り直してランチを食べに行きたいと思います。いや全然落ち込んでないんだけど美味しいご飯を食べに行きたいと思います。なんかさっきの場所より若干住宅地感が強めな通りに入りました。なんかね、ほんとどこもかしこも落書きがすごいやばいんだけど、だけどなんか嫌な感じがしないっていう、気が悪くないっていう、この不思議。向こうには海が見えます。青い、見つけました、ここだ。ケムクム、なんかエジプトのヴィーガンのご飯が食べれるみたい。フムスとかファラフェルとかね、中東とかエジプト発祥なので、ちょっとそのヴィーガンバージョン食べたいなと思って来ました。はい。はい。あ、さ、Thank you。外で食べたいと思います。Go ahead。インスタ用に写真を撮ってます。Thank you。面白い。
写真を撮って撮ってた。フムスと、なんだろうこの横に乗ってんの。あ、sorry, what is this? It's walnut and olive. ああ、yeah. Thank you. くるみとオリーブだって。なんか、ピタパンも日本のと違って柔らかい。これがエジプト料理の、名前忘れちゃった。なんかね、週末限定で今日ちょうど土曜日だからありました。すごい不思議なご飯なの。もう絶対食べたことない。楽しみ。いただきます。めちゃめちゃクリーミー、やばい。リゴマがめっちゃ効いてる。ご飯にレンズ豆と中にパスタがいてひよこ豆とフライドオニオンってちょっとカオティックなご飯。いただきます。なんかマカロニもいる。ほんとカオス。なにこれ、めっちゃ美味しい。なにこれ、超美味しい。初めての味すぎる。お腹いっぱいになったところで公園に来ました。すごい、みんなめっちゃチルしてる。しかも今日土曜日だから。そう、どこに行っても結局たどり着くのは海だったり山だったり畑だったり面白いもので、すっごい海が綺麗。ここ空もめちゃめちゃ綺麗。見て、向こうにイスタンブールの旧市街、あれが、この真ん中のアラジンみたいなのがアヤソフィアかな、大きいモスクがあって、でこっちが新市街。新市街は本当ビルだらけで全然違った雰囲気が、一つの国でも、一つの国っていうかもうイスタンブール内でも面白い場所です。この公園本当に素敵。こうやって歩いてる人とか走ってる人とか、ワンちゃん連れてる人とか、本当になんかこうやって岩でのんびりデートしてる人とか、なんだろう、すごく落ち着く街。歩いてるとヴィーガンのお店が普通に。発見。すごい、朝通った時とは見違える街のように盛り上がってます。そっか、土曜の昼だからか人がいっぱい。ちょっと人が増えてきたのでエアビーに帰ります。こことかさ誰もいなかったのに、すごい。タントゥヌレブ。タントゥヌレブ。Thank you. Thank you. タントゥヌレブ。なんかビーガンのラップサンドみたいな。なんかパリパリしてる。美味しそう。あ、なんかすごいパリパリしてる。普通のラップサンドよりパリッとしてる。なんかしかも赤いこの。辛そうなのが美味しそう。いただきます。なんかソイミートっぽいんだけど、味付けはスパイシー、ケバブの味がしてめっちゃ美味しい。これはなんか作れそう、お家帰ったら。あ、やばい、猫ちゃん寄ってきた。あげていいのかな、猫とか食べていいのと食べちゃダメを知らないから。いい匂いに釣られて、うーかわいい。あ、やばいやばい、来た。ごめんね、あげていいかわからないの。
今日の夜ご飯はこれだな。